を削ると書いて湯気島。あ、ありました、ここや。お寿司屋さん、しかも居酒屋、名付けて寿司居酒屋トトヤさん。完璧やな、満員だ。はあ、お邪魔します。あ、お邪魔します。どうもすいません、森井源氏です、よろしくお願いします。うわうわうわ、ここよろしいですか。すいません、もうすごい大盛り上がりですね。大盛り上がりやな。マスター、よろしくお願いします。トトヤさん、お寿司、今日はええの入ってますか。入ってます。トトヤさんは創業10年、地元の方でにぎわう寿司居酒屋。瀬戸内海で獲れた新鮮な魚はもちろん、ご主人がネタに合わせた日本酒も数多く揃います。地元のお酒っていうのはあります、愛媛県の。そうですね、じゃあこれを、はい、ご主人が勧めてくれたのが愛媛県石鎚の純米吟醸緑ラベル。はい、いただきます。お寿司に合いそうな日本酒や、これは。楽しみやな。どうぞ、お待たせしました。お、お来た。うわー、うわー。到着した握り寿司盛り合わせ、全てのネタは瀬戸内海で獲れたもの。中でも本日ご主人が特におすすめなのが車エビとタコ。まずは車エビをいただきます。いかがですか。コリコリね。そしてこの地元愛媛県の石鎚で、はい、どうぞ。これですよ。ご主人はもうずっとこの湯気島出身なんですか。はい、この湯気島出身で、うん、まあ、10年ほど修行を入れて、うん、はい、それからまた帰ってきております。目の前がこんな、ね、瀬戸内海ですから、この素材を生かすにはやっぱり最初にはこれ実力ですからね。そうですね、頑張らせてもらいます。いや、続いてはタコをいただきます。うん、やっぱこうやって目の前で取れたてのタコっていただくとまた全然違いますね。そうですかね、はい、吸盤が口の中でひっついとるわ。ここでお店の一番人気のメニューを伺うと、私あの修行が京都出身っていうのもありまして、しめ鯖のサバおぼろ寿司、これあの当店ですごい人気な商品です。京都人にとってのごちそうといえばサバ寿司。ご主人が修行先の京都で学んだサバのおぼろ寿司は店の看板となる一品です。京都といえばやっぱりサバ寿司。僕もね、子供の頃からお祭りとか、はい、何かこう お正月とかめでたい時にはうちのおふくろ京都人ですから、はい、ずっとサバ寿司。うるさいですよ、京都の人は。サバ寿司にはね、怖いです、じゃあいただきます。うわー、ええー、なー、ちゃんととろろで、うん、うん、本物京都の方でも大丈夫ですか。いや、これうまい。これに愛媛県の石寿司、湯気島でまさかサバ寿司とは。個性が光る技ありの酒場でした。